運んできました。ストークでーす。カードもらえるはずやん、ここでね。あれ誰の声だろう。ほんとだ、誰か歌ってるみたいだね。とっても綺麗な歌声。なんでなんで、みんなしてあんな歌褒めちゃってよ。大したことないじゃんか、俺の方がずっと上手いぜ。ん、ちょっとたけしさん、まさか歌うの。ヒー、逃げろ。おい、どこに行くんだよ。俺の歌が聞けねえってのか。なんだ、歌声があるけど謎ですね。ちょっとここ行こうかね。この辺りは氷がキラキラ光ってて眩しいや。雪景色は眩しいから目が疲れるわね。それにしてもよく光ってるな。あ、これは氷かと思ったらカードが光ってたんだ。すごいじゃないか、ドラえもん。よく見つけたね。取り寄せバッグ強い。ちょっと取り寄せバッグは入れとこうか。取り寄せバッグはね。はい、じゃあボス戦かな、行きましょう。どうやらここが表現だよね。表現のホラーなんよね。今にも何かできそうな予感するけど。もはは、俺の気配を感じるとは大したやつだもん。ひっ、出た。俺の領地を荒らす地球人がいたこと報告上がったもん。もしかし貴様たちのことだもん。そうよ、ナルニアデスの火をもらいに来たわ。もう来に来たとはズーズーしいやつだもん。このタウロス様を青く見たことを後悔させてやるもん。タウロス猛烈パワーデッキ先行ください。ここやった。いや、高校きついな。やっぱどう考えても先行の方が有利。満月チャンス。え、これ相手に有利じゃない？これいきなり満月チャンス。満月チャンスはいいんだけど。じゃ合わせられるな。頑丈でブロックしていくしかないな、うまくね。ねえ、ほらね、もう反撃よ、ほんま。上がってこいだろ。いや、30だったらまだ大丈夫。取り寄せバック、取り寄せバックはまだいいか。
回。まあでもカウンター覚えとってもこっちはね、パワーも高いし。あ、それはボールですね。はいはい。カウンター来るかな、まあ、カウンターでも倒せるかな。左マス使えるんだ。なるほどね。え、やば。それは知らなかった。上がってこいだもん。70受けるのか。それしんどいな。左マス。頑丈で一旦伸びたを耐えさせよう。で攻撃して。70強い。頑丈な70強いんだよ。すごいな。70食わないね。大丈夫、倒されてないから別に問題ない。そのエフェクト出ても問題ない。頑丈がめっちゃ強くなってる。70でしょ。70だけのそこにプラス倒しパワーアップでプラス20。これ切り替わってんか、分かってんかった。でパワー20上げてくるんだね。これバーストパワー。でも左マントでなんとかガードできるかな。
やなって。これは勝ったのか分からない。フォークフード、あ、マジか、40回復、はい、30か。スノクジラ倒せるのでかいね。こいつめっちゃ強いから。死んでねえ。強かった。左マントも強い。一旦2個って強いな。これはさすがに勝っただろう。あのスペシャル掴んでみたら、よし攻撃しましょう。倒しパワーアップ。勝ったよ。ほら、さっき負けたなんて幻、気をせ。モアが手に入った。まああともう一つのクジラ、これが、あ、レアリティが、あの満月に光っとるやつが一番強いんだらしい。タクヤさん、もう降参だ。もうさあ、ナルニアデスの票を渡してちょうだい。ナルニアデスの弓ならもう持ってっていい。もうナルヤデスの弓？いやいや、タグロス、それは本当にナルヤデスの秘宝なんだろうな。僕たち騙すと承知しないよ。嘘じゃない、もう許しても。ピオクさん、この悪魔さん嘘っていうふうに見えないわ。そうね、その弓を持って海に行ってみれば分かるものね。よし、海に急ごう。